初めて生まれて嬉しかったです。小野さんということを嬉しかったです。いつも敵の選手と同じチームと一緒に戦えることが楽しみです。まあ、アジアの人たちと会話できるのか楽しみです。オールスターも応援よろしくお願いします。やればできる。